手品。はい。手品か。手品ね。はい。手品ね、はい、手品手品でよくなんかこのカードこうペーってして、はい、この裏当てたら、はい、例えば1万円札、はい、例えば、今から1万円札こう入れますよ、はい、このこうケースみたいなのがあって裏向けて、はい、でこのあまずケース表向いてるところに1万円札こう入れて、はい、でなんかこのケースをこうして、はい、こうしてこうして、はい裏にしてこうしてこうして、はい、どっちに1万円いってるか当てたら、はい、あげるよみたいな、はいはいはい、そんなのあるじゃないですか、はいはいはい、でお客さんが当てこっちって言ったら、うん、はいなかった、はい、もうないんやみたいな手品あります、はいはい、そういう手品をまあまあ演芸場でもようやらはるんですよ、はいはい、でまあ善治一億さんっていうマジシャンの人と言いまして、はいはい、その人がもう劇場でそれやらはったら、はい、ブーッとこうやってやってて、はい、でパッてしてしたらどっちでしょうって言ってこっちってパッとこうしたら、うん、まあ違うみたいなのがあるんですけど、はいはいはい、それをねこうやりながらその出番前からずっとね、はい、なんかちょっと機械のその道具を手入れしながら、はいはいはい、調子悪いわ調子悪いわってずっと言うたって、はいはいはい、調子悪いな調子悪いなまあいいか大丈夫行こうで舞台上がらはって、はい、でどっちが当てたら1万円あげますって言ってやったら、はい、なんかペッと押しても何もならなかったのかな。ほらもうーってやりながらどっちか当てたらねあげますからねどっちか当てたらあげますからねやたら長いんだよ、はい、顔色焦ったんですよ、どっちか当てたらどっちか当てたら言うて、はい、ほんで言うてしてたらまあまあその前にまず当てる人を、うん、さっき当てたんですよ、はい、当ててくれる人、はい、でその人が立ってる前で、はい、どっちか当てたらどっちか当てたらって言って、はい、でお客さんの中ではそれどっちか分かるでしょ、はいはいはい、分かる速度なんですよ、はいはいはい、だからおもろいですよ、はいはい、こうでしょ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 ってしたらお客さん目で追ってあれって分かんのに、はいはい、そっちで当たってないから手品ですよ、はいはい、そやのにもう機械の調子がほんまに悪かったんですよね、はいはい、その1万円が自分やっぱりこう消えないんだよね、はいはい、消えんから、はいはい、しまいにね、はい、ちょちょこっちでしょ言いながらだんだん焦ってきて、はい2分の1かよ言うて袖で見たらほんまに1枚全然消えてない引っ込みつかなかったんじゃない最後のネタやからガーってしてへーってやってもうこれ以上時間伸ばさないしもうプライドもあるしペンどっちでしょ言ったらこっちで当たったほんならええよってなんかめっちゃ口とがらかしてもうええわ持っていったらええわそんなんないでしょおめでとうございますじゃないですねいやもう持っていったらええやん持っていったらええよもうそれ疲れてますよお客さん空気めっちゃ悪くなって全然無視だええのみたいな降りてきて何やねんこれほんま消えよらへんやんめっちゃ怒ったないでしょ普通そうあれおもろかったな